麻痺しています。警察官が整備を行っています。警察官の整備にご協力をお願いします。警察官の整備に従ってください。警察官の整備、主催者の指示に従ってください。本日の行動に参加されている皆さん、主催者の方々も一旦ポーズをやめるように広報が出されています。皆さんのご安全を見てください。警察官の整備線まで戻してください。報道に参加されている皆さんは警察官の整備線まで戻ってください。主催者からも一旦コールをやめて無礼のように報道が出されています。警察官、主催者の指示に従ってください。皆さん、一旦落ち着いてください。一旦落ち着いてください。皆さん、一旦落ち着いてください。主催者、警察官の整理に従ってください。皆さん、一旦落ち着いてください。警察官の整理にご協力をお願いします。警察官、主催者の整理にご協力をお願いします。毎週末ここで大会
ました。そして4月5月成人代でだいぶ安定していまして、そして6月から急激にね参加者が増えたんですね。でこれは私たちも望んでいましたが、本当に急激に膨れ上がることでこのような状態になることを今日は一番心配しておりました。で私たちは要はここで抗議が事故があると抗議がもうこれ以上できなくなります。なので今日この状態でたった10万人だけでは原発は止まりません。ここで暴動みたいになっても原発は止まらないんです。大事なのは今後も続けてさらに大きなうねりを作ることなんです。ご理解ください。お願いします。そのために今皆さんにしていただきたいことがあります。混雑してますけども、もう主催の方では今日の講義は、もう終わりにしました、閉めました。また来週できるかどうかはまたこの後会議で話さないといけません。ただ今日はこれ以上混雑を起こして事故を起こして報道されて反原発のイメージが悪くなる、これをマスコミに言われる、この方がマイナスになります。私たちは正しいことをやってます。ただこのために今日のところは皆さん引き上げてもらえませんか。よろしくお願いします。その命を守るための人数が集まったことはもう事実として残りました。それだけで十分なんです。これで十分です。今日は十分です。この人数で政府を打倒できるわけがないんです。なので今日は一旦退去しましょう。今の私の話したことをご理解いただける方は手を挙げてください。ありがとうございます。周りに多分今手を挙げてくださった周りの方の中ではもっと残りたい抗議したいという方も多分いらっしゃると思いますけども、どうかあの隣両隣結束して本当に速やかに議論についていただくようにお願いします。反原発連合メンバーみんな受けさせてお願いします。お願いします。人の命を守るための宣言です。後ろの方の方から少しずつ退去を始めてください。お願いします。必ず交流場を作ります。今日は交流場を作りますこれ何人集まったんだろう、10万人いたのかどうかまだ分かんないですが、言ってるかもしれません。この事実はもうできました。後ろの方から少しずつ押さないように官邸に背を向けて歩いてください。流れ階段でよろしくお願いします。お願いします。撤収の協力お願いします。私たちが呼びかけたので私たちがこう今こう座りましたと言っています。どうかご協力よろしくお願いします。踊りは畳んでください。お願いします。上の方が立っていたらまだ遠くと余ってしまいましたので、ぜひ見せてください。お願いします。上の方が立っていたら上の方が立っていたら
練習できなくなっちゃいますよ。今日は終わりですよ。ちゃんとやりましょう。本当ですよね。ご検討ください。ただいま、今回、日本まで大変混雑しております。